みんな気になってると思うんですけど、あの人たちいくら稼いでるんですか。いくら稼いでるんだろう。うわ。今ランボ社長がもし20歳に戻ったとしたら、はい、どんなことをしたいとかってありますか。おでもね、それね、自分もね、あの時々考えることがあって。過去に戻りたいかって言ったら、俺はね、もう戻りたくないから、うん、なぜかって言ったら、もう日頃からもう後悔がないように毎日生きてるから、だからね、別に後悔したとしても、過去に戻りたいかって言ったら、もうすごい後悔をして戻りたいってことはない。ああ、なるほど。そう、もう常にそれを意識しながら、自分はもうやりたいこともやって、ね、その、いろいろ挑戦してるから、そう、だから別にそんな思わない。ああ、そうですよね。かな、うん、多分なんですけど、補足になっちゃうんですけど、多分しゅんさんも若いっていっぱい多分努力とか、うん、辛い思いを多分されたから、うん、それで今があると思うんですね。はいはい、多分僕も多分格闘家時代の若い時に、ね、あんな練習もうしたくないなって今になると思いますよ。運転して今、あんなにまた走り込みやりたくないなと、うん、でもやっぱその若い時はやっぱその夢中になってるからね。そうですね、しゅんさんも昔はやっぱこういろんな仕事されてて、うん、話聞いてると今ね、あっさり喋ってますけど、相当努力して、睡眠時間削って、今をこう作った人だって、やっぱ今があるのは、やっぱ過去の、おそらく泥臭い努力をされたから、多分今があるんじゃないかなと、こんなね、こんなモンスターみたいな車乗れるようになったのは、昔の努力のおかげだと、僕は勝手に思ってるし、多分視聴者の皆さんも、簡単にいきなりこうじゃないんで、ってことですよね、それは間違いないですよね。やっぱりね、そう、みんなね、目指してるんですよ、これはね。まあ、そうですよね。そう、だけどやっぱり段階踏まないと、変えねえからね。いきなり、荒木俊介にはなれないよってことですね。なれないし、もうそうだね。理想の人間にはなれないから。そうですよね。やっぱ僕もそれは思いますね。やっぱ日々の成長ですよね。だし、やっぱりインスタでもさ、SNS でも、全てにおいて、なんだろう、いいことは言うじゃん。ね、別にその、そう、失敗談っていうのを、ね、やっぱりこれから自分も話していきたいし、やっぱそうするのが大事だと思う。それを参考にした方がいいと思う。ああ、なるほど。うん、はい、いいことってやっぱり、ね、みんなインスタでも何でもさ、いいこと書くじゃん。まあ書けますからね。そうそうなんだ。今の何でもとググれば書けますよ。そうなんだ。まあ、本当にもう形で示してるか、うん、もう今ちゃんとどんな生活本当にできてるかっていうので、うん、勝手に分かりますもんね。うん、そうそうそう。その人の努力っていうのが。そう。本当そう思います。うん、じゃあ、ラム社長、もし生まれ変わったらまた経営者になりたいなと思います。はい、僕はね、多分今の性格のままだったら、ままで生まれ変わったら俺もなる。ああ、なるほど、なるほど。ただね、家庭がすげえ金持ちだったら、多分そういうふうに思わなかった。ああ、なるほど、うん。結構じゃあ、あれなんですね、逆境が。やっぱりそう。やっぱり我々ってでもそんな裕福ではなかったじゃん。まあそうですね、うん、でそういうお金持ちとかやっぱり裕福な生活にやっぱり憧れてきたから、うん、もう雑草のようにさ、うん、もうね、それがもうずっと自分ももう開業してから14年経つんだけど、うん、すごい、すごい辛い時もあるし、うん、いい時もあるし、やっぱりいい時はそのね、別に波に乗ってるから思わないんだけど、やっぱ辛かった時に貧乏に戻りたくねえなとか、うん、貧乏になったりとかね、経営が破綻したら、まあ、周りにはまた破壊されるなとか、そういうのを思いながらやってるとね、やっぱり自然とそれが乗り越えられる。あ、うん、逆境を武器にするわけですね。そう、逆境ね、そう、逆境逆境ですけど逆境だけど逆境をやっぱり廃屋してていいこと言うじゃんいいこと言うじゃんそうなんだよね、やっぱり。だからやっぱり自分自身のことを分かってくれる人間だけがついてきてもらえばいいし、そうですよね、うん、だからそういう人間がやっぱり協力し合えばいいし、うん、ね、ひがみ、ね、妬みもあるだろうしね、お互いともこんな車に乗ってね、この群馬県という田舎でさ、うん、でもね、それを多分自慢するために勝てるわけじゃないじゃん、うんうん、やっぱりその、ね、目標なり夢を与えたいために、うんうん、投資として勝てるわけだから、それが人が集まって、でみんなでやろうよっていうのが多分自分と同じところかなと思うから、うん、それに関しては、うん、ありがとうございます、うん、ラム社長、はい、ぶっちゃけ、はい、みんな気になってると思うんですけど、はい、ラム社長いくら稼いでるんですか。いくら稼いでるんだろうないくら稼いでるいくら稼いだらこのモンスターは乗れるんですか。あ、まあ、カメラが映ってないけど、まあ、ロールスロイスとかもラム社長持ったりとかね、うん、本当によくわかんないんですよ、まあ、車がいっぱいありすぎて、うん、そう。でもね、
この車たちって車持って自分の車に関しては全部自分名義なの、はい、会社名義にしてなくて、はい、自分自身が、ね、頭金出してローンで買ってるんだけど一括で買う人ってなかなかいないの、うん、そうじゃんやっぱり税務署もね、はい、別に来ちゃったりとかそのお金があるんだったらそうです、ね、事業にやってたじゃんこっちも税をやってる人にしか分かんないですよね。そうそうそう。一般の人にとって現金で全部払うっていうのがかっこいいと思うんですよね。そうそうそう。だし、はい、やっぱり利子がもったいないとか、はい、っていう感じだけど、現金で買うって多分我々もだけどほど遠いじゃん。ずっとそれ集中して買うんだったら、ね、別にお金貯めるんだったらいいけど、で別にいろんな事業もやってるしね、別にこれから先チャンス来たら、それに対して、ね、別にこっちもお金出したりとかしたりとかするわけだから。キャッシュがないと何もできないですからね。そう、そうなんだよね。キャッシュから、金利分なんか一瞬して稼げちゃう。まあ確かにそうだね、はい。ね、年間で5年からローン組みました。例えば100万、200万ぐらいの、どんぐらい利子なんか、一瞬にして稼げちゃうと思うんだよ。現金があって、そういうチャンスに乗っかれればさ。はい。うん。そうですね、って考えた時に、信用がやっぱり大事だからさ、うん。だから現金よりも僕はローンで今まで、もう18から自分もローン組んできて、ね、売って買って売って買ってで、やっぱり実績作って、っていうことが、もう今となっちゃう、すごい、ね、自分の財産というか、はい、そう信用がね、ね信用がないとやっぱお金も借りられないし、うん、事業を立てるにしても信用がないとね、うん、そうですね、事業もできないし。じゃあまあ別にキャッシュで何でも買うわけじゃないよっていうことですよね。うん、そう、そうだね。やっぱり頭金を出してローンを買ってるっていう感じかな。自分が支払えるようにするために。うん、でもあれですよね。これを買うと年収結構ないとか知れないですか。そうだね、そう年収に関しては自分の当時大体いくらからいくらみたいなそういう感じ、まあ、そう、まあ、そこ5000万以上1億以下うわで当時これを買うときはうわうわそうすごいす、ね、私2年前だからこれがうわ今もっと伸びてるってことですか。いや自分はそれを年収よりかもう資産増やしてる。ああはいはい、なるほどなるほど、うん、年収って結局さ税金持ってかれちゃう。そうですね、約半分ぐらい持ってかれちゃうから自分はいろんなお金持ち聞くんだけど、やっぱ年収重視じゃなくて資産重視しなさいって言われて、そうだから資産はやっぱり土地買ったりとか、家買ったりとか、まあ、ね、別に車もそうだけど、そう、だから資産をすごい重視して。なるほど、なるほど。確かにそうですよね、うん。お金は時代とともに価値変わっちゃいますから、全然昔だったら年収1000万で大社長じゃなくてないですけど、まあ、今だと今じゃ、ね、まあまあ、まあ、すごいですけど、うん、もちろんまあ、すごいですけど、うん、やっぱり1億とかね、12億とかいますからね。そうなんですよね、1000万ぐらいだと、そうなんだよね。なかなか。逆にそう。で、そこから半分近く税金持ってかれてるなんと。そうですよね。結局、こっちも限られちゃう。そうですね、そういうことですよね。ただまあ、でもあれですよ、皆さん、2年前とかでも、やっぱ5000万以上ということですから、うん、やっぱ普通じゃないですよ、うん、そのこれを買った3ヶ月後にね自分の誕生日にロールスロイス買ったから。うわでもそれも自分が買う計画も何もしなかった。もう単純計画とかも何もしなくて全部でしょ。いやねしかもこの車もロールスロイス見てない。あ、なるほどなるほど。ネットでやっぱりその担当がいて担当がこういう車入ってきますよっていうのがあって写真で見て買うよ。あ、なるほどなるほど。審査は通ったの。あ、すごい衝動がいいな。結局見てくださいって言われたんだけど、いや俺は見ないの。もうクレームも何も入れない。はいはい。そう。って言って買った。なるほど。誕生日に届かなければ自分買わないって。で届いたから買った。そう。すごいなぁ、本当に高額のものって何でもそうだけど挑戦するに高額のもの必要です。で車も高額なもの買うって言っても考えちゃったら買えないじゃん。まあそうですね。そうもう3割ぐらい考える。3割ぐらい考えてあとはもうね行動に移して。俺は逆境の経営者ですから、うん、そうやって追い込まれれば追い込まれるほど頑張っちゃう。チャリンコグラーンコみたいですよ。すごいですね、もう追い込んで、うん、でも逆に追い込まれたものがこのアドレナリンが出るっていうかやめなきゃいけないんだっていうのっていう気持ちになるから逆に何か成長するかもしれない。でもすごい年収前5000万以上 で経営者なんで経費もありますから。まあもちろんそうですね。そうですね。だから年収以上の年収が実際は経営者なんで、まあこうなると株 100% とかですもんね。そう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 全然使えちゃうと思うんで、ってなるとやっぱりこうすごい稼いでますよ。最後になんですけど、はい、今回の企画まだ始めたばかりで、はい、ちょっと次の経営者が決まってないです、ね。うん、なのでぜひ誰か面白い経営者がいたら紹介していただけたらなと思ってるんですけど、はい、了解しました。そしたらじゃあ次の経営者はで僕もすごい可愛がってる子で、やっぱりもうすごくスーパーカー乗ってて、はいはいはい、まだ20代20代でスーパーカーですか。スーパーカーです。
クソ生意気なやつだけどめちゃくちゃ頑張ってる。いや素晴らしいですね。やっぱりそう視聴者目線で考えるとやっぱそういうものがやっぱり自分もできるんじゃないかと思ったそうですね。そうすごいっていう子を紹介したいと思う。ありがとうございます。それはちょっとお楽しみで次に。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、今日ラムボ社長ありがとうございました、はい、ありがとうございます。皆さん、ラムボ社長のインスタグラム、はい、オンラインサロン、YouTube チャンネル、私の方のチャンネルに概要欄の方に貼っておくので、皆さん気になった方はぜひチェックしてください。ありがとうございました。